なんか白線にしてます何回も。いや、昨日に比べて今日の方がしてないです。あ、今日の方がしてない。はい。そんで実際に履いてはいないんですか。ないです。今日のサイズは 83.5。 はい。で、ほぼ CC ね。昨日は1.5 と、あ、そこを少なめにしておいて9時にも CC、はい。ちょっと息が荒くなっちゃったかなって。もう吐き気はないんだけど、息がちょっと荒い感じが、この呼吸の呼吸がね、うん、それはその柔道服やった後じゃなくて、うん、気づいたのがそうですね、柔道服やって終わって、まあ 40% ぐらい入ってますね。なんか目の力は昨日より今日の方がある。今日はちょっとやっぱね、お用意したね。よし、じゃあちょっとそのままさ、よいしょ、袋で。で、薬はさ、A のみ。昨日は A のみ。あ、今朝も A のみね。はい。87。はい。いい？はい。これで A の。あ、三千。よし。それで。あとはさえずりはないんですよね。全くない。だからうんちは。車の中で誤解したのと、あ、帰ってじゃあもう一個したんで。あ、じゃあもう一個。あの、ちゃんとうんちありますかね。うんちはあります。ありますね。そう、一回なかったもんね。一回そう、ね、少なかった時がありました。またちょっと増えてきました。うん、でもその以前よりはちょっとそんなにないですけど。はい、わかりました。今日の朝一が83.5ね。はい、わかりました。それじゃあね、すいません、ステロイドをね、 B の薬ね、はい、ちょっとなるべくなしにして夜1回にしたい、はい、で、にしとかないとちょっと今度ステロイドの薬、それもね、やっぱり消化器には負担かけないタイプのステロイドなんですよね、プレグニゾロンで。とはいえね、え、胃に負担かえるって言ってるが、そのままあるかもしれないんですよね。多分 B なくなってからちょっと吐き気の、うん、おえおえの仕草が少なくなったんで、昨日、うん、もしかするかもしれない、まあね、まあ1日とは言ってもさ、1日空けたって言っても最後はさ、今日の月曜日、土曜日の夜やってますもんね、うん、だから24時間空けるとしたら今日の夜、はい、ですね。はい、じゃあこのままね、お預かりして、で、流動食はまだ、あの、明らかに残っておりますんで、うん、87g。そうに入るようになったね。治療って分かってるよね。治療の8。ちょっとなんか、なんだか苦しいんだろうけど、うん、ちょこっと目に力が出てきてる。上はしてるけどね。もう本当にぐったりでお腹までつけちゃうようなことは昨日はなかったので、止まり気にちゃんと止まってたんですかね。うん、そうですね。はい、わかりました。で、朝一も30度あるんですね。はい、じゃあこのままお預かりしますんで、はい、また夜は今日は7時までやってますから、はい、6時から7時ぐらいの間に、うん、はい、すいません、迎えに来てください。はい、もし7時過ぎるような時は1本電話ください。はい、待ってますんで全然大丈夫ですから。ありがとうございます。はい、お預かりします。